フジロックフェスティバル主催者は5日、第3弾の出演アーティストを発表。新たに18組が決定したが、チャート、中井戸、チャボ01によるユニットシャールチャボ、竹原ピストルらのほか、本来出演が予定されていた電気グルーヴから、卓球石野が出演する。電気グルーヴは、フジロック出演を予定していたが、ピエール・ダキ被告が、麻薬取締法違反容疑で逮捕、起訴されたことを受け、出演が白紙となっていた。だがこの日発表された第3弾のアーティスト発表には、卓球石野の名前があった。卓球は、最終日となる7月28日に出演予定となっている。他には、初日には、中村佳穂、ソウルフラワーユニオンなど。2日目は、シャール・チャボ、ずっと真夜中でいいのに。だが出演。3日目は、平沢進が、平沢進、怪人、エジン名義で出演。卓球石野、竹原ピストルらも登場する。フジロックは、国内最大級の野外フェス。今年は7月26、27、28日に、新潟、苗場スキー場で、開催予定。